ウォーキング専門店フラット仙台駅東口店店長の佐伯でございます。本日はかかとのですね、修理のお話をしたいと思います。かかとの片べりをそのままにしてるとですね、こうですね、どうしてもその減った部分が癖になってしまってますので、それをこう矯正して歩くようになっちゃうんですね。例えばかかとが減っていればバランスよく歩くわけですから、それをどんどんやってるとどんどん減ってきますよね。それがどんどん減ると、それを、体が矯正してしまう、そういう悪い方向に、矯正してしまいますので、そういう場合はかかとの修理というのをお勧めしています。こういうウォーキングシューズの、かかと修理をやらない靴修理屋さんもあるんですけれども、フラットではしっかりこういう靴をお預かりして修理をしております。で、仕上がりはですね、片べりやっぱりかかとが多いので、この部分をしっかりこう切って、まあ、半張りですけれども、似たような素材を貼る。そうするとかかとがこういうふうにまっすぐになりますから、またこういうふうにしっかりまっすぐに歩くことができる。どうしてもここがない状態ですと、ここに傾いて歩きますから、膝腰に悪い状態ですよね。こういう修理ですね、だいたいお預かりが1週間ぐらい、でお値段が両方で2500円になっております。でそういう修理もやってますので、ぜひ修理お持ち込みください。よろしくお願いします。